Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about rock coffins in the world. Rock coffins which are said to be just coffins for the dead. Are they really coffins? Albert Einstein wrote as follows No problem can be solved at the same level of consciousness that created it. The mystery of rock coffins. is one of them. あのアルバート・アインシュタインはこう書き残しています。どんな問題もそれが問題となった時と同じ意識では解くことはできないと。つまりそこに問題があったらまず意識を変えろと。まあ、世界に残る石棺つまり岩でできた漢方をテーマにそれを考えてみます。 つまり世界に残る石棺は本当に棺桶けなのでしょうかという問題なんですね。というような回りくどい言い方をやめます。世界の石棺の中には人身供養の犠牲となった人間の骨を溶かす石棺もあります。トルコのアソスで見つかった石棺がその一例です。つまりその石棺の中にある種の薬剤を入れ、そして 人間の骨などをそのまま溶かしていたというのです。またそういった目的で作られた石棺もあります。もっともこんなことをいきなり言っても誰もそれに納得しないでしょう。本当に林博は頭がおかしくなったと思う人もいるかもしれません。がちょっと待ってください。これからその事実を順に説明していきますが、その前に話は大きくそれますが、ダヴィンチと ミケランジョロのの描いいた絵についてて説明をしておきますこの2枚の絵は後で石棺の謎を解くための重要な鍵となります。つまりダ・ヴィンチとミケランジョロがですね、日本から遠く離れたところで、そして、まあ、日本とその石棺をつなぐ鍵を、謎を解く鍵を残したというわけです。ここに紹介する絵がそうです。 ダヴィンチもミケランジョロもアナ・アキ・ドルメンの絵を描き残しています。アナ・アキ・ドルメンです。ダヴィンチはイエスの洗礼の中で、そしてミケランジョロはシスティーナ・レアハイ堂の天井画の中にです。そしてこんなところにも注意してください。イエスの洗礼の中に描かれている二人の子供は悲しそうで、その目は虐待を受け、腫れ上がっています。一方、ミケランジョロの描いた 死勢な礼拝堂の絵にはアナーキドルメント、そして人間の生首,を生首を持った女性が描かれています。後でもう一度この絵の説明をしますが、この絵の中にはアナーキドルメンの謎を解く重大な重要な鍵が隠されています。特に左側に描かれている奇妙な人に注意してください。この人についての説明も 後でしますが、つまり、ダ・ヴィンチもミケ・ランジェロも。こうして、自分の描いた絵の中に、穴あきドルメン、そして穴あきドルメンの秘密を解く鍵を隠し込みました。なぜなら、ダ・ヴィンチもミケ・ランジェロも、穴あきドルメンの意味を知っていたからです。まあ、つまり、その奥には、ですね。つまりは、ゾッとするような神々の、まあ、血なまぐさい歴史が隠されていたのです。 では、画面を見ながら説明します。法隆寺です。その法隆寺の、まあ、西側にですね、藤抜古墳と呼ばれている、まあ、塩墳があります。ここには大きな石棺が収められています。で、最初にこの法隆寺の石棺に、まあ、着目してみます。で、 藤の木古墳ですねそしてこのような石棺が収められていますで石棺というのはもちろん岩でできてますから重いですし蓋もまあ重いですね法理、まあ、寺の場合この藤の木古墳の場合はですね部屋も広くてまあ蓋を上げ下ろしできただろうというふうに考えていますしかし何十人もの人が必要ですからね それだけの人が入れたのかなという疑問もあります。で、中国のですね、福建省に、まあ、藤の木古墳の石棺と同じものが見つかりました。えー、倍魔王っていうんですかね。ここです。倍魔王です。で、この倍魔王にですね、私は法隆寺にある石棺と同じものを見つけました。これがその石棺です。 で皆さんはまあこういうまあ情報をまあ読んだり見たりするとですねじゃあ法隆寺の石棺は中国から来たものだというふうに考えられると思います、まあ、その前に比較してみます左上があ福建省バイマオで見つかった石棺です右下が、まあ、藤の木古墳の石棺ですねでここのところにですね、まあ、私が考える限り意味が 意味不明と言いますかね、意味のよくわからない突起物があります。まあ、この下に材木を買って蓋を開けたのか、あるいはロープをかけて蓋を開けたのかもしれません。しかし、作り方のコンセプトが全く同じです。で、こういうのを見ますと、皆さんはすぐトライという言葉を使われますね。まあ、トライでないとは、私も言えませんけども、まあ、こうした文化、文明はですね、大陸から日本へもたらされたというふうに考えるわけです。 で日本にはこうした同じようなコンセプトで作られた石棺がたくさん残っています。まあ、トライであるにせよ、ないにせよですね。ともかくも中国のバイマオで見つかった、見つけた、私が見つけた石棺と同じだということですよね。まあ、そうした、そしてそうした石棺が日本にはたくさんあるということです。まあ、ついでにインカの方にも足を伸ばしてみます。これがオラン,タイオランテイタンブですね。オランテイタンブ。 ですあのでここの石材、石像、まあ、加工物といいますか、建築物にも、やはりこう意味不明な突起物があります。これは何のために作られたのかということが私は理解できないで言います。そして、先ほどのそのコンセプトですね、バイマオ、それから藤の木古墳にある、まあ、石棺のですね、まあ、意味不明な突起物と、まあ、コンセプトが大変よく似ているということです。右上が 藤の木古墳の石棺についている突起物。そして下が,下がですね、えー、福建省バイマオデ、まあ、にある石棺の突起物です。大変よく似てるということですね。で、トルコのアソスの話をします。ここにアソスがあります。で、ここでですね、えー、いわゆる、まあまあ、人間を溶かすためのですね、いわゆる石棺が見つかったというのです。 この情報は当初、マコテさんからいただきました。これがアソスの、まあ、石棺を作っている現場ということになります。でこれ、これらの石棺はですね、中から、まあ、化学薬品のです、ねまあ、残留物が検出されたということだそうですね。それから、まあ、これらの石棺がですね、まあ、人間の体を、まあ、溶かすための石棺であったということが分かっています。食人石棺というふうに、まあ、一応訳をつけましたけども、 そういうことになりますね。で、その記事が、エンシャントオリジン g に出ていました。で、それを訳していましたが、誠さんがおっしゃるには、まあ、レプタリアンの骨が今まで見つかっていないのはなぜかとかね、まあ、そうしたことがここに書かれています。で、その、アソスで、そうした石灰が見つかったと。アルミニウムを多く含む石灰、石板でできたということが書いてありますね。 で、その、エンシャントオリジンズの方を訳してみました。で、墓の中の肉体がですね、尋常でない状態で発見されていると。普通はまあ、50年から200年かけて分解するけども、アソスてはたった40日で跡形もなく消してしまっていたそうです。まあ、そのための石棺だということですよね。となると、 まあ、アソスの石棺の、まあ、その目的って言いますかね、考えていくと、世界の石棺にの、まあ、残っている石棺も同じように考えられなくはないのか、ということにもなっていくわけです。で、まあ、アソスの町の、まあ、説明を皆さんに読んでいただいています。 でまあこのアソスの港から出て行ったということですよね。国会の国会へも当然行ったと思いますね。でマグネシウムなどの鉱石を敷いた建て直っていうふうに書いてあります。 でこの,あのアソスの石棺とです、ね、同時に、まあ、なってますか同じ系列の中で考えなくちゃいけないのがコーカサス地方で,で、ね、3000個以上見つかっている穴あきドルメンということになります穴、まあきドルメンはです、ね、石を組み合わせて作ってありますけども、えー、石棺と同じように石をくりぬ岩をくり抜いて作ったのもあります、まあ、これがあの日本に残る、えーまあ、石棺ですね で、その石棺もその延長線上にあるのではないかというのが私の当初の考え、といいますか、考えでした。で、まあ、こうしたまあ石棺をまあ日本で見ますとですね、先ほどの中国で見つけたそのバイマオの石棺と比べて同じであるという点からですね、まあ、当然、といいますか、まあ、今までの、ね、日本人の思考回路からすればですね、こうした石棺を作る技術、デザインなどは、 中国大陸から、まあ、都来人によってもたらされたというふうに考えるだろうと思いますね。で、日本、中国、それからインカ、アソスとこのように並べてみます。そうしますと大変興味深いことに作り方のコンセプトがよく似てるということですね。いわゆる家型石棺というんでしょうか。家の形をした石棺を使っていた。そして、突起物で右3つが繋つがるということです。で、ドル面の話をここでしなくてはいけません。 先ほど言いましたように、ドルメンと、それからアソスの、いわゆる食人石棺とは、私はつながりがあると考えています。この地図を見ていただくとわかりますように、左がアソス、そして黒海を挟んで、右がコーカサス地方ということになります。このコーカサス地方では、3000個以上のドルメンが見つかっているそうです。これがそのドルメンなんですね。アナーキドルメンです。ダヴィンチ、それからミケランジェロが自分の絵の中に描き込んだ 穴きドルメンですでこれは何かということなんですけども現地の、まあ、記事を読みますとね食料庫に使っていたとかあるいはですね、えー、敵に襲われた時に子供をこの中に入れてそして敵からかく、まあ、まったというふうにも書かれているのもありますでちょうどその子供がですね通れるぐらいの穴しかないわけですでこれはですね何かということなんですけども そのヒントが実はミケランジョの絵に残っていました。まあ、それをこれから紹介しますが、上がコーカーサツの,、まああのドルメンですね。下がアソスの食、えー、人石棺ですね。そして右が、えー、日本の、えー、いわゆるまあ石棺です。このようにまあ残,って、まあ、残ってるってことなんですね。で いきなり、まあ、ここで結びつけることが危険ですから、ここでダヴィンチとミケランジョロの絵について説明しておきます。これが、まあ、システィーナ・レな礼拝堂ですね。で、この絵に注意してください。で、この2人の、まあ、女性らしき、まあ、私は男性だと思ってますけれども、2人がですね、生首を持って歩いています。そして左の、その左にはこのような絵が描かれています。今日はこの絵が一つのポイントになりますから、皆さん、注意深くご覧ください。 この人は誰か何かということなんですけども、これは左の方は人頭ではありませんね。よく中深くご覧ください。この丸がですね、ドル面の丸と一致する。すなわち、左の人はですね、ていうか、左の絵はですね、ドル面の内部から外を見ている絵ということになります。ところが変なんですよね。中深くご覧ください。この首を見てください。細いですね。これは、ですから首ではないと判断します。 いいですかここが今日のポイントですよ。これは首ではないということになります。らに拡大しましたので、中部からご覧ください。となると、これは何かですけども、この丸いのは穴ということになります。穴ですね。で、ドルメ面の内部から、このドルメ面を描いているということになります。この白いのは何かですけども、指なんですね。右は私の指を写真で撮って、今、貼り付けてみました。比べてみてください。となると、これは何かと言いますと、首のない人が、 まあ、穴の中からですね、外を見てるというわけではありませんけどもね、頭はもうありませんから。ですから、ということを表現した、いわゆるミケランジョロ独特の隠し絵、騙し絵ということになります。そしてその生首は上にあるということになりますね。いわゆる、まあ、この左の絵はですね、ドルメンのナイフだということになります。もう一度注意深くご覧ください。で、この左の人には頭がないということです。 で結論ということになりますが、まあ、これがドル面ですね。でこのドル面というのはまあ いわゆるまあ食用の人間を閉じ込めておくための檻であったということになります。そのことをミケランジェロはシスティーナの礼拝堂の絵の中に書き込みました。そして中央が食人石棺と呼ばれているアソスの石棺です。そして同じコンセプトで作られたのが日本、中国にあるということなんですよね。ですから、これは相互に関係しているとは言えませんけどもね、まだ断言はできませんけども、関係していないとはもっと言えないのではないでしょうか。 まあ、その作り方のコンセプトがよく似てるというか同じなんですね。そして、家型、まあ、石棺であると。それがまた日本の場合は、古墳の周辺、あるいは古墳の中から見つかっているということですね。つまり、まあ、亡くなった人をです、ねえー、入れておく棺桶ではなくて、もっと別の意味があったということになります。 で、もう一度、ドル面を見ていただきますけども、このドル面には奇妙な模様が描かれています。いわゆるトリリスですね。岩を3つ組み合わせて、このようなトリリスをあ、まあ、作った、これは絵ですけどもねあの、あちこちにこのトリリスが残っています。えー、トリ,リリスでから、ラテン語だと思います。トリ、3つって意味ですね。ですから、3個の石で作ったということです。これはマルタ島のトリリスですけども、こうしたトリリスが世界中に残っています。 で、このトリリスの形をドルメンがそのまあ表面に表現しているということになります。まあ、世界中で見つかっています。で、このトリリスっていうのはですね、石を組めばまあこのような形になるというふうに考えられているかもしれませんけども、まあ、儀式的な意味をまあ明確に持った石の組み方であるということですね。まあ、こうしたものも作られています。これはまあ日本ですけどもね。 ですからまあ考え方によってはですね、日本の円墳はですね、トリリスの上にまあ土を持ったというふうに考えると分かりやすいと思います。まあ、あの作り方のコンセプトは全く同じなんですよ。まあ、トリリスですね。トリリス。ということになります。まあ、日,本も日本にもこうしたトリリスが残っているということになりますね。で もう一度簡単に比較してみますと、左がマルタ島のトリリスです。右が日本の、まあ、塩分の,な塩分の、まあ、石の組み方ですね。大変よく似ているということです。マルタ島のトリリスです。そしてそれがですね、トリリス、トリイ、トリイとなったと。そのように私は考えています。に右は日本で最古のトリイと言われているトリイです。 まあいかがでしょうかですからアインシュタインはこう言いました。そこに問題があるならば、まず意識を変えなければ、その謎を、まあ、問題を解くことはできない。ということです。続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about human sacrifice for deities. During the ancient times, human sacrifice culture was a ritual offering of nourishment to the gods. For example, blood was viewed as a potent source of nourishment. 神々のための人身供養は日常的になされていました。つまり人間の血と肉は日常的に神々に捧げられていたということです。 例えば、ヨハネによる福音書6章53節には次のようにあります。イエスは彼らに言われた。まことにまことに、にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。もっともこの一文については、キリスト教徒側では次のように解釈しています。ここで言う人の子というのはイエスである。 つまり人の子であるイエスと聖書の方でもその部分を神の子であることを強調するためわざわざ大文字になっていますが本当にそうでしょうか英文の聖書では The son of man となっています The son of god とはなっていないのですがまあこうした議論は別にして古代の神々は日常的に,に人間の肉を食べ血を飲んでいましたそれについては ドキュメント鑑賞ウェブサイトが詳しく解説しています。が、ここでは話をさらに一歩進めます。つまり、人間を犠牲にするというより、そうせざるを得なかったからです。その理由は、この動画の中で説明しますが、実はそのことを、あのダヴィンチも、ミケランジョロも知っていました。そのことも、この動画の中で説明します。で、その前に一言。1668号で、 ダヴィンチが描いた聖ンと聖母子の絵の中で私は聖ンとマドンナが子供を食べていると証明しました。現在その絵はルーブル美術館に展示されていますがこの絵は現在その証拠を跡形もなく消し去っています。修復という名目で跡形もなく消してしまったのです。こんなことが許されてよいものかどうか美術関係者の皆さんに強く強く抗議します。 で、話を元に戻しますが古代の神々は白人でした。ホワイトスキンを持った神々でした。私はそのことを敦煌・伯硬靴の壁画を調べている時に気がつきました。伯硬靴の壁画は古代の神々の皮膚の色を正確に今に残していると判断しています。でそのホワイトスキンは体内でカルシウムを合成できない神々であったと思われます。 現在の今でもノルディック系の白人には毎日牛乳を飲まなければならない人たちがいます。ノルディック系の白人はここでいうホワイトスキンの神々の遺伝子を受け継いでいると私は考えています。そのこともこの動画の中で説明していきます。で、話をさらに前に進めます。The son of man つまり人間の子供というのは子供、つまり子供でした。 その役目を果たしたのがアナーキドルメンということになります。コーカサス地方だけで3,000個以上も見つかっています。南インドでもヨーロッパ全土でも見つかっています。もちろんこの日本でも見つかっています。さらに驚くべきことに人間の骨を溶かす石棺まで見つかっているのですよ。がそのことをダ・ヴィンチもミケランジェロも知っていました。自分の描いた絵の中でそれを表現していました。 などなどこれらの事実もこれから皆さんに順にお見せしていきます私は事実のみをお見せしますので判断なさるのはあくまでもあなた自身ということになりますでは画面を見ながら説明しますこれ上がですね硬化させて見つかっているドル面ですで同じものがミケランジェロもダ・ヴィンチも書いているということですね で、まあ、話を戻しますと、これがあのドキュメント鑑賞サイトさんに載っていた、まあ、あの写真、絵画ですね。でまあ、古代の神々はですね、日常的にまあ人間の肉や肉を食べ、血を飲んでいたということです。でそれをですね、まああのまあ、こうしたウェブサイトさんが詳しく書いて いらっしゃいますので、えー、興味のある方はこちらの方をご覧になってください。まあ、このようにですね。まあ、時系列的と言いますか、古代においては、まあ、人間のねに、肉や血を、肉を食べ、血を飲むということはですね、まあ、現在の私たちが、まあ、牛肉をね、えー、食べ、そして牛乳を飲むように、まあ、日常的になされていたということですね。それを悪と。 決め,て決めつけけててかかってはいけないいなと思いますでマドンナがです、ね、子供を食べている。まあ、この動画を、ねえー、前回、えー、紹介しましたけどもね、あのー、このセイアンの体の中には、まあ、いわゆる血のりといいますか、血が飛び散った様がです、ね、こうしてまあ表現されているわけですで。皮膚の上にももちろん、あのこれはあの汚れではありませんね、輪郭のところで止まっています。 ですからこれは意図的に書かれた、まあ、隠し絵というふうに私は判断しました。で、この顎のところを見ていただくとわかりますように、汚れがですね、このように止まるわけがないんですね。ですからこれは、まあ、血であると。で、それがですね、衣服の方にも描かれているんですけども、血というのはですね、まあ、一度その、まあ、乾きますとですね、タンパク質が変化しまして、 まあなかなかシミが取れないんですね。そうしたシミが衣服の方にも表現されていると。そしてイエスが左手に持っているのはナイフであるということになりますで。これは現在のルーブル美術館の絵ですけども、きれいですね。でまあ、これについて、えー、陰謀論さんという方が調、ね、べってくださいまして、えー、この絵は修復されているとで。右が修復される前、左が修復された後ということですね。 いいになりりすぎています。ぎてててまま決してあの解像度が落ちてるわけでありませんよ。フランス在住のセリキムラさんがですね、わざわざルーブル美術館に足を運んで、この写真を撮ってきてくださいました。極めて解像度の高い写真です。まあ、超高解度と言ってもいいでしょうね。で、まあ、まあ話、元に戻りますけども、ヨハネの福音書にはイエスは言われたと。人の子の肉を食べ。でもこの人の子というのは自分のことだと。 あのイエスは自分のことだって言ってますけども、イエスは自分は神のことて言ってますからね、矛盾してくるわけです。そしてそのことをですね、ダヴィンチが知っていました。まあ、これがですね、ベロッキオとダヴィンチの描いたあイエスの洗礼という絵ですけども、この中の子供を見ていただきたいと思うんですけども、目が腫れ上がって、まあ、歪んでますね。明らかに虐待を受けてます。この絵ですね。しかしこの絵もですね、修復されているみたいですね。あの最近のこの絵を見ますと、綺麗な目をしています。 明らかに、まあ、修復、同じように修復されているということですね。何かまずいということで、まあ、誰かが、まあ、こうした絵を修復したと思われます。で、まあ、この絵を見るとですね、人の子人の子の肉を食べという意味が分かっていただけると思います。つまり、あ、ダヴィンジはそういうことを知っていたということになるのではないでしょうか。もう一度この文章をお読みください。これはもちろん、キリスト教徒側の作文ですね。 あの明らかに作文です。ま,あ、まずいということになったんでしょうね。というふうに私は解釈しています。そして、バッ罰クツに戻りますけども、バッ罰クツのですねこの絵を調べているときに、まああの、神々の皮膚の色をですね正確に表して現在に残っているというのは少ないんですよね。がこののバッコークツの絵は そううでではなかったということいこすそれでも私はですね、これらの絵の中に表現されている神々の皮膚の色というのを分類してみました。もちろん色合わせというのもありますし、まあ、カメラの、ね、露出のまあ撮り方によっても色は変わってくるものと思われます。まあ、フラッシュを焚いても色は変わってきますからね。しかし基本的な色というのは変わらないわけです。で、まあ、一応分類してみました。で、まあ、ここでは まあ薄茶色黒そして白というふうに4色に分けてみました。で、こうしてまあ神々のまあ皮膚の色を見ていますよね。これがまあまあブッダということになるわけですけどもね。左右に立っているのはこれを白人ということになるわけですね。インド系と白人ということになるわけです。で、こうして調べてみますとですね、いわゆる白人は白人として白く描いているということ。 になりますでもちろんアジア系の、まあ、薄,い薄い黄色とか、まああれは薄い茶色とかっていうあの皮膚の人もいます、神もいますけども、基本的には白人は白人ではっきりと分かる、まあ、ホワイトスキンを持っているということですね、まあ。そういうところに注意してみてください。すなわち、まあ、このトンコウの薄い窟窿窿にはですね、白人がいたということに、白人系のいわゆるホワイトスキンの神々がいたということになります。 明らかに違いますね。いろあの肌の皮膚、皮膚の色が違うというところに注意してください。で、ここが味噌なんですね。今までずっと調べてきましたけれども、いわゆる、まあ、神々の周辺といいますか、神々自身がですね、白人だっていうケースが多いということです。まあ、すべてがすべてでありませんけどもね。まあ、しかし、白人系であるということに。 白人系であるということです。しかしですね、後で説明しますけれども、白人がですね、この地球に現れたのは、今からたか,か8000年前なんですよ。たったの8000年前なんですね。そして8000年前に白人が現れてそれ、そうした白人がヨーロッパ全土に一気に広がっていったということです。まあ、ここにも大きな謎があるわけですけども、こうした白人、いわゆるノルディック系の、ね、白人、金髪の白人、 まあ、金髪で青い目を持った白人ということです。それについてまあ簡単に触れておきますと、あギリシャ彫刻ならちロマンコピーと言われている彫刻はですね、あのこれはあのギリシャ系の顔ではないんですね。あのギリシャ彫刻と言いながら。で、まあ、ギリシャという国はですね、絶えずこう民族が入れ替わり言葉も変わってますから、現在のギリシャ人イコールあー古代あ、いわゆる、まあ エイシャンとのギリシャ人ってことではありません。しかし、まあ私たちが現在ギリシャ彫刻と呼んでいるまあローマンコピーはですね、この左のもあのローマンコピーですよ。あの、どう考えてもギリシャ系じゃないんですね。まあ一番近いといえばマケドニア人っていうことになるわけですけども、一番右がですね、これがまあ現在のギリシャ人というふうに言われてますけども、顔が違うんですね、雰囲気がね。でまあこうした神々の流れの中から見てもですね、いわゆるまあトールワイト、いわゆる、いわゆる、まあ、ワイトスキンの まあ、人間と言っていいのか、神と言っていいのか分かりませんけれども、8000年ほど前に人間の歴史の中に混入してきたということになります。で、ホワイトスキンについてですね、エンシャント・オリジンズが大変興味深い報告書を書いていますので、私の方で訳してみました。で、ここにも書いてあるように、白人種はたった8000年前。 8000年ですよ。まあ、この宇宙というか、地球の歴史においてもですね、ほんの瞬間に、前においてですね、白人が生まれて、そして青い目、金髪の,、まああの人種が生まれたということですよね。で、この青い目ですね。この青い目もあの遺伝子も見つかってますけども、8000年前であると。で、目の色はまあ多様性に富んでるけども、ということは書いてあります。この中に大変興味深い事実が出てきますから、今、ちょっとしばらくお待ちください。 でまあ、こうした研究チームが調べたところ、まあ、白人種というのは8000年前であるとで。それ前は黒い皮膚を持っていたというふうに考えられているということですね。まあ、急速に優勢的に広がっていったと。でまあ、長い、ねまあ、進化の過程の中で白人種が生まれたというのではなくて、まあ、半ば突然変異的に変化していったというふうに、まあ、理解していいのではないでしょうか。 で、まあ、そうしたあ、まあ、青い目を持ったね、あのー、人たちも、まあ、調べら、まあ、わかっていると。ここなんですね、いわゆる。いわゆる東方から最初の農耕民族がやってきたと。で、彼らが東方の、まあ、民族の方が白人種の、まあ、遺伝子を持っていたということになるわけですね。で、ここの次に、まあ、ここなんですね。まあ、ヨーロッパの人たちはより白い皮膚を持っていた。で、まあ、そういうことが書いてあるわけですけども。ええー、とですね。 まあこうして2700 27年前の青電時からもそうした遺伝子が見つかっていると、青い目を持っていたと。で、白い皮膚が、まあ、い日光の少ないところで優位だということになりますけれども、これに対してケミアさんがですね、えじゃあエスキモはどうなんだということをで反論なさっていらっしゃいます。で、このここなんですね、ビタミン D の吸収が関係していたのではないかと考えられていると。 だから、まあ、牛乳を飲んでいなかったと。で、まあビ、ビタミン D を摂取するためにね、まあ、牛乳を飲むという習慣がなかった。その牛乳という習慣は、飲むという習慣は4300年前に入ってきたと。それ以前の、えー、白人種というのはですね、まあ、体内で分かりつけばビタミン D を合成するたする、まあ、能力がなかったということですよね。それで、まあ、牛乳を飲むようになって、それを補うようになった。じゃあそれ以前はどうかという問題になってくるわけです。そうなりますと、牛乳に代わるものと言いますと、いわゆる、まあ 血、血液ということになるわけです。ですから、まあ,あ、古代のですね、白人種がですねあの、そうした体内で合成できないカルシウムを補うために、まあ、血液を飲んでいたと考えても、なんら不思議はないということになるわけですね。 ということで、まああの、それが神々につながるものであれば、いわゆるまあ必然的に、まあ、なんて言いますか、人間の血を飲まざるを得なかったということになるわけです。当然、その中には肉も逆に含まれるということになるわけですけどもね。というふうに考えられるということです。そしてその遺伝子といいますか、まあ 遺伝子を組み替えて、まあ、人間を作ったそのいわゆるホワイトスキンの神々もですね当然体内でカルシウムというものを合成できなかったということになるわけですいかがですかでマヤアステカの話に戻りますけどもマヤアステカはですねまあ本当になんて言いますか、まあ いわゆる人身供養と言いますかね、ヒューマンサクリファイスの歴史そのものであったとまあ考えられていますが、まあ、それは私の意見ではなくて、まあ、常識的な意見として、えー、いわゆるまあ人身供養、いわゆるまあ人間のね、えー 心臓を捧げるっていうこと、イコール、まあ、血を捧げるということになるわけですけどもね。まあ、この辺でも、いちいちんいつあのね、競技場の話も面白いんですけども、まあ、こうしたボール投げゲームをしてね、壁に、壁に打ちつけ、あ、つけられた穴を通した方が勝ちというゲームなんですけどもね、今のバスケットに似てるゲームですけども、ここなんですね、いわゆるまあ、勝った方は神に捧げられる、あの、心臓を捧げてもらえると。で、負けた方は、まあ、ま <laughs>、殺されると。というような、まあ、ま、 どっちにしても殺されるというゲームなんですけども、信仰によって、まあ、人,人の心というのはそこまで操れるものなんですね。怖いですね。なあ、ち、まあ、勝ったこれで私たちは神にね、心臓を捧げて永遠のをあを授かるぞということで、まあ、喜んだんでしょうね。まあ、要するにこうした絵画も、えー、たくさん残っています。まあ、まあ、今風に、今的に言えばね、まあ、残虐な、まあ、絵ということになります。 まあこうしてですね、人間を両側で持っていて、そして心臓をえぐり出して、神に捧げるということです。まあ、こうした習慣が、まあ、ごく日常的になされていたということです。まあ、これは何もマヤが、ア、まあ、ステガ、それからインカに限らないですね、ヨーロッパでも、えー、なされていたものと思われます。そのことをダ・ベンチも、えー、ミケランジェロもしていたということになりますね。まあ、こうした、はい、ものも残っているということですね。 でもちろん、インカでも人身供養の歴史があります。いわゆる神々に、えー、肉体を捧げたということですね。そうしたまミイラも現在残っています。つまりですね、こうしたまあ人身供養というのは、まあ、何も珍しいことではなくて、世界中で日常的になされていたということです。になります。それをですね、繰り返しになりますけども、 まあ悪いことだっていうふうに決めてかかることもできないということですね。まあ例えば牛が進化してですね、急に、そして人間と対等に話をするようになった時の場合を考えてみればよいのではないでしょうか。その牛がですね、私たち人間に向かって、お前らな、俺の先祖を食ったり、その父を取って飲んでたんだってな、なんて言われましても、それは人間としては大変困る話なんですよね。まあ要するに、え、ー そういうういいいこことととがなされていたということですですから現在の価値観を持ってですね過去の古代の神々のそのまあ善悪を判断するというのもこれまた、あのー、間違っているということになるのではないでしょうか、まあ、ともかくもこれがマヤ・アステカのあ今に残っている絵画ですけどもこのようなことがまあ日常的になされていたということになりますでもう一度人身供用に戻りますけども フランス在住のですね、ケイコ・マイカさんがですね、まあ、ヨーロッパ各地を旅して、あのワインの研究を続けていらっしゃるんですけども、その過程でですね、グルジアに寄られまして、まあ、大変な事実を発見なさいましたでそ。こうした報告をですね、して送ってくださったわけですけども、その中には、まあ、人身供養をし,をしたという、まあ、証拠があったというわけです。アルメニアに行ってきたと。で、 4000年前の遺体を見つけたと。そしてまあ、あ一般の方はですね、中に入らなかったんだけども、私たちは特別に中を見せてもらったんだけども、少女の頭蓋骨がバラバラになってあったということですよね。そしてまあ、その研究者によれば、あー古代のまあ、誰かがですよ、ワインを片手に、えー、少女たちの、まあ、血を飲んだり、肉を食べていた。と、まあ、そういうふうに説明し そういう説明を、まあ、稽古案のマイカさんは受けたそうです。まあ、7歳から15歳までの少女たちのものであったと。で、この、いわゆる人身供養だったっていうのはですね、バラバラになっていたということから、そのように判断されているようですね。で、食べられた跡があると。 まあそういった衝撃的な説明を受けましたと。で、このアルメニア、まあ、グルジュア・アルメニア、その,その全体をですね、コーカ地方と言い,いまして、その周辺で例のアナきキドルメンが見つかっているんですよ。なあち、もうアナきキドルメンが何であったかということはですね、まあ皆さん、今、まあ、推察なさっておられるとおりだと思います。で、そのことを、こ,のこれ、まあ、ダヴィンチもミケランジェも知っていたということです。 でまあ、これがその写真なんですけどもこうしたものが発掘されているということです、まあ、紀元前4000年ですからまあちょうどそのなんて言いますかね白人種が生まれて2000年ぐらい経ってからということになるわけですねまああの、まあ、白人種に限らないで あのまあ、人間の肉を食べるっていう習慣は、まああの、神々の間ではありましたね。もう断言できます。まあ、現在のね、私たちの、まあ、平均的なって言い方おかしいですけども、常識で考えればですね、まあ、なんかしな恐ろしい話ですけども、 まあ、近世になってからでもですね、ヨーロッパ人たちは、あの、食料がなくなりますと、隣の町や国へ行って、出かけて行っては、戦争を仕掛けていって、その、まあ、人肉を食べたという話も伝わってきてますからね。ですから、まあ、ありえない話と言いますか、とんでもない話ではないということではないでしょうか。まあ、ともかくその辺の判断も皆さんにお任せしますけども、まあ、こうした事実をですね、まあ、事実として、まあ、認め、 そして、後の問題はですね、それを受け入れるか受け入れないかという、まあ、問題へとつながっていくわけですけども、まあ皆さんの判断はいかがでしょうか。まあ大切なことは、そうした事実を受け入れてですね、その後それをですね、組み立てて、まあ一つの理論に、えー、持っていくということになりますけどもね。まあこうした報告を、稽古の舞香さんがなさってくださいました。 まあこの方がですね、その時にお会いになられた研究者の方です。左、まあ、下,下の方に頭蓋骨がありますね。で、この近くはプロメテウスがつながれていた山が、まあ、グルジュアの山だと、まあ、そういう話も聞いたと。プロメテウスの、まあね、最初に作った人間が、いわゆるまあディオニソースになるわけですけどもね。 まあディオニソースというのはギリシャローマ名はバッカス、すなわちブドウの神様ということになっていますね。胸が膨らんでいるのが特徴です。まあ、こうした話がつながっていき、まあ、整合性をもってつながっていくということです。まあ、この辺りがです、ね、神々の本拠地であったということにもなるわけです。そしてそこに君臨していたのが、ホ、まあ、ワイトスキン、白人種であったということにもなっていくのではないでしょうか。そしてまあよく、まあ ワインは血の味って,てよく言いますけどもね、私はもちろんそんな経験ありませんけども、ある方がそういうふうに教えてくれました。林くん、ワインというのはね、人間の血の味なんだよっていうようなことをねあの、教えてくださった方もいらっしゃいます。ですから、ワインと、えー、血というのは、切っても切れない関係にあるというふうにも考えられなくもないんですよね。 まあそういうふうにもうちょっと遠回しの言い方ちょっとねあの私あまり好きじゃありませんのではっきり言いますと、まあ、その代用としてワインが使ういわゆるワインが使われたという可能性もないとは言えないということですまあ日本でもねあの甲府中心にいわゆる有効ふたつき土器っていうのがありましてねああのいわゆるまあ 土器をですね、あの、周辺に穴が開いてましてね、そしてその上を川か何かで塞い,塞いでですね、まあワインを作る、まあ目的で作,るで作られた土器も残っているんですよ。ですからワインと土器、そして土器と、そしてそのグルジアというふうにこう繋がっていくわけです。 まあそういったことをですね、稽古案の前カさんが研究のために行かれて、そしてまあそのついでに、先ほど申しましたように、えー、人間の子供たちがですね、そうしたシーマンサクリファイス、人身供養のために使われたという、まあ形跡があるという報告をなさってくださいました。で、これが国会ですね。で、こうした まあ研究ほ、まあの一部分を、えー、コピーさせていただきましたがで、アゼルバイジャンですね、そしてジョグルジュアですね、コーカサス地方ですね、この辺をコーカサスというんですけども、このコーカサス周辺で最初に、先ほど申しましたように、えー、ドルメンが、アナギドルメンが見つかっていると。これはですね、あのアマゾンの原住民の様子を描いたものだ。 っていう,ふうに言われてますけども検証しましたけども、それは間違ってますね。これはどう考えても白人の体系であり、またあの髪の毛などをあのアマゾンの原住民とね比較していましたけども、まあ、どこでそういったその、まあ、そのまういったこともあったのかもしれませんけども、アマゾンの原住民は、まあ、 カニバルズですね。いわゆる人肉を食べていたというふうに話が作り上げられたのではないかと思います。それでマコテさんがですね、大変興味深い事実を教えてくださいました。トるこのアソスでですね、いわゆるまあその石管を調べてまあ分析してみたら、アルミニウムを多く含んでる、まあ、 できたた石管が,、まあ石管がまあ、見つかったということなんですこれはなぜそういうことが分かってきたかといいますと結論を先に言いますとですね、いわゆる骨を溶かすための石棺であったということが分かってきたわけです。まあ、この中にですね、まあ、ある薬剤、液剤を入れてですね、まあ、人間をた、まあ、骨を入れていきますと、極めて短期間にその骨がですね溶けてしまって、だんだなくなってしまうのだそうです。そうした石棺が、まあ、アソスで見つかっていると。で、食人棺おけと。 いいうふうふに言われているとこれは非常に重要な意味を持つわけですね。というのはですね、日本の円墳、まあまあ、あるいはそ古墳に残っている、まあ、石棺ですね、これは厳島神社にもそれがあの横に置いてありましたけれども、あの大きな石棺がそうですけれども、まあ、それがそうだというわけではせんよ、まあ。同じように考えられなくもないということになっていくわけです。でこの石棺がどうして、まあ、日本の円墳の、ね、石棺と似ているかというと、やはり、まあ、あの作り方のコンセプトが同じなんですね。 そして、その、上に大きな蓋を置くと。そういう構造になっているわけです。まあ、アソスのこの、えー、いわゆる、いわゆるまあ、食人石棺ですね。アソスの食人石棺。これは一度皆さんも調べてみる必要があるんじゃないでしょうか。すなわち、この、この石棺がですね、日本の、まあ、円墳の中にありますね。この石棺が。いわゆるまあ、石をくり抜いて作った石棺というのがあるわけです。 でこれがですね、トルコでは、いわゆる人間を溶かす、まあ、いわゆる石棺として使われていたということを、ですね、誠さんが調べて、私に教えてくださいました。 で、そういったものは現に見つかっているということですね。そして、まあ、驚く中で、この作り方のコンセプトですね。特に蓋の、蓋の作り方がですね、日本の円墳のあちこちに残っている石棺のコンセプトと同じであるということになりますね。ということを逆に考えていきますと、あの、いわゆる円墳の、あの、横穴割れ墓ではなくて、まあ、はっきり言えば、 人間をその溶かすための石棺を入れておいて、そしてその食べた人間をですね、その中に入れて骨を溶かしてまあ消してしまうためのまあ道具であったということにも考えられるわけです。まあ、それはまあ断定的にはまだ言えませんけども、私はそのように考えています。まあ、こうしたその石棺がですね、まあ、あちこちで見つかって、まあ、アルミニウムやマグネシウムが見つかっていると。 そうした液座を使うということ自体もで、ね、当時の人間には考えられなかったのではないでしょうか。というのうも考えられるわけですね、まあ。トルコですからね、先ほど言いましたように、アナーキドルメンが3000個以上も見つかっているところでの,、まあ、あの石棺ですから、無視、その関連性を無視するのは難しいのではないでしょうか。 まあこうしたこの蓋ですね。蓋が日本のあいわゆる古墳の中にある石棺の蓋と大変よく似ているということです。その精査もあの以前にしましたので、興味のある方はどうぞ私の動画をご覧になってください。で、いよいよドルメンの話に戻ります。で、これが穴ーきドルメンですけども、あーコーカスサス地方のドルメンを集めていました。南インドのドルメン についてはですね、あのまとめてあの他のビデオで紹介していますので、えー、興味のある方はまたそちらをご覧になってください。そしてですね、このドル面がこうしてあるわけですけれども、基本的にはこういう、まあ、岩で作ってあるわけですね。そしてここ、あのこうした、まあ、いわゆる、まあ、トゥレディスですね、いわゆる3つの岩を組み合わせて作った形にはなっているわけですね。 でもこうしたその岩をくるにって、まあ、の現地ではです、ね、食料庫というふうに説明してあります。しかし、食料を入れて、ね、これだけ大きな岩を上に乗せたらです、ね、その岩の開け閉めだけでも大変だと思いますよ。そして、下の穴というのはやっと、まあ、子供が通れるか通れないかというまあ穴なんですね。まあ、こんなものを食料庫に使うという説明がですね、あまあいわゆるまあ矛盾だらけだということです。 でこれは当然、子供を入れておいて食べた食べ、まあ、取った、たというか閉じ込めておいて食べた、食べるためにですね、ドルメン、いわゆる、まあ、まあ、今風に言えば、牢獄というか、牢屋ということになる、なりますよね。で、そのことをですね、まあ、ダヴィンチも、ミケランジェロも知っていました。その説明今、といいますか、これがね、いわゆるその、 人間を閉じ込めておいて、子供を閉じ込めておいて、そしてまあ閉じ込めるためのあドルメンであったということは、ダヴィンチもミケ,ンミケランジェロも知っていました。その証拠はこれからお見せしますが、ミケランジェロもこれと同じものを書いてたんですよ。皆さん驚かれるでしょそんな絵見たことないなんて言わないでくださいよ。もちろん林広志。あ、ここにのせあの今説明しているからべて林広志があの発見したことですよ。あのあのいわゆる 引用したものについては、きちんと引用した出典元を書いています。まあ、このようなですね、岩で作ってあるとまあ、頑丈に作ってあるわけですね。で、そうそう、あのー、現地の別の説明、あのー、も、まあ、ちろん、あの、英語版で説明してあるのによればですね、まあ、敵が攻めてきた時に、ここへ子供を入れて、その、逃がしたということですけども、こんなところへ子供を逃がして入れたらですよ、かえってその、目立ってしまいますよね。あの、こんなでかい岩があるわけですから。 ですから、仮にまあ閉じ込め、子供をここに逃がしていたという説明もまたこれ矛盾だらけなんですね。ですから、皆さんも調べられるときはですね、そうい点に注意なさると、矛盾だらけだということが分かっていただけると思います。そしてこの作りがですね、大変こう手間がかかっているんですね。これは1万の岩をですね、このように、L 型に、ま、あ くり抜いて作ってあるわけです。まあ、ここまできちんと作る。中にはこの石を削ってですね、模様までつけてある。まあ、いわゆる完成度が高いということです。そして一部の隙も、隙もなくこのように組んであるということですね。この模様にも注意してくださいね。そしてこの円形の穴を開ける。これはもう開けるだけでもいい一仕事だと思いますよ。コンクリートじゃありませんよ、皆さん。岩ですよ、岩。そしてこのように、まあ、中には岩を下へ、まあ、埋め込んでですね。そして、まあ、作ってあるのもあるということです。 これが穴開きるドルメンの特徴なんですね。では、これは何かということですねあ。そうそう、こういう蓋まで見つかっています。蓋まで見つかっています。いわゆるその穴をですね、閉める蓋まで見つかっているんですよ。ここにも蓋がありますね。こうしたその蓋がドルメン周辺では見つかっている。ならち、これはあの、穴が蓋でふ、あの、塞いでありますね。 ここ注意してくださいね。これはまあ決定的な一つの証拠ということになります。すなあち、こうして、まあ、岩で組んで、ドルメを作って、そして、穴で、穴を別の岩で押さえ込んで、塞いでいるってこと。ここにもまた蓋が転がってますね。そして、こういう蓋で、まあ、中に入った子供を外に出さないようにしたってことになるわけです。で、これと同じものが九州でも見つかっているんですよ。あの、九州、そのこのドルメのように土をかぶせましたら何になるか皆さんご存知ですか そうなんですよね、円墳になるんですね、日本の。全く円墳と同じコンセプトで作られているところに注意してください。ちょうど子供が通れる大きさですね。まあ、こういったところからドルメンはあ、まあ、人間の子供を閉じ,ていく閉じ込めておくための檻であったとっいうま仮説を立てたんですけれども、まあ、そのことをダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも知っていたということになります。 まあ、昔はこうしてね、まあ、神にいけねを支えたという、捧げたということになります。で、これはまあ言うまでもなく、石舞台ですね。この石舞台も同じコンセプトを持って作られたものと私は考えています。あの、それは石舞台の中に入ってみると分かりますね。あの、自分で、まあ、なんて言いますか、入ってみて、これは何のためにどうしてということを考えていきますと、 そのように考えられます。またあの、私のライン理論でもですね、この、えー、石舞台をまっすぐこの線の場所っていうか、この線がですね、えー、甲府の調子塚古墳から引いてきた線なんです。で、この甲府の調子塚っていう古墳っていうのは大変興味深いのはですね、このまままっすぐ行けばプレアビヘアに向かうわけですけども、この線がですね、その途中、ほぼ新色線下で石舞台を横切るということです。そしてこの石、この調布の、あのー、この 超風が、超静か古墳ですね。この右半分の,あの四角部分はですね、下の段々が線がついてますけども、あのラインはナスカと、それからティオティワカンのまあ拠点を示しています。そういうところも注意してくださいね。まあそれも別のところで証明しました。そまあいよいよ、レオネード・ダ・ヴィンチの書いたドルメン、そして、ミケランジェロの書いたドルメンを紹介します。 レ、えー、オナルド・ダ・ヴィンチはドルメンを書き残していました。左の子供たちが大変悲、まあ、しそうな顔をしているところ、そして虐待を受けた目に注意してくださいね。ここに実はドルメンが描き込んであります。なぜここに虐待を受けた子供がいて、そしてその そのそばにドルメンがあるか。もう皆さんお分かりですね。半分が水中に沈んでますから、上半分しか出てませんけども、これは穴開きドルメンです。なあち、コーカサス地方で見つかっているドルメンと同じコンセプトだということですね。いかがですかこういうところから、この穴開きドルメンはあ、子供たちを閉じ込めておくための檻だったと判断しました。そしてミケランジェロもシスティーナの礼拝堂の天井画にそれを描いていました。 まあこれも林博士が発見したことですよ。えー、まあ少しね、地盤正しく言いますけども、本当に簡単にこうなってますか、パクってあたかも自分が発見したかのように発表なさっている方が多いのには本当に驚いています。まあ、ここに丸い穴が開いてますけど、この穴がですね、私はドルメの中から外を見た絵だというふうに解釈しています。いかがですかそしてですね、それのこの下を見てください。この 絵の下に実は描かれています。この二人の女性が生首を持って歩いてますけどもこの水面のように見えますけどここに実は、まあ、ダベンチの描いたアナーキドルメンと同じものが書いてあります。この、まあ、比較してみるとわかりますけども、まあ、ミケランジョロは明らかに ダヴィンチの書いた、このイエスの洗礼の絵,を絵のことを知っていて、それを茶化して書いているわけです。色の風合い、形、それから表現の仕方、コンセプトは全く同じなんですよ。チーフカご覧ください。ねビケランジロも泥面を描いてたんですよ、皆さん。誰も気がつかなかったんですよ、これを。500年間も。そして、 このミケランジェロもドルメンを描いていました。そして上には生首を持った二人の女性がいて、そしてその左にはドルメンの中から外を覗いている妙な人、首のない人の顔が描かれている。これでもビンゴですね。わかりますかもう一度この絵を見てください。いいですかこの向かって左の方です。 これはドルンの中から外を見ている人の絵って、子供、子供ってことになりますね。絵ということになります。中央には生首を持っています。そしてこの二人の女性はですね、あたかも水面の上を歩いているかのように見えますね。この水面の表現の仕方は、先ほどお見せました、あダヴィンチのイエスの洗礼の水の表現の仕方と一致します。で、結論ということになります。もう若いですね。 古代の神々は人間をまあ食べていた。それが悪いかとかだったか、いいことだったかという判断を今の現在の人間の考え方で判断してはいけませんよ。まあ、こうしたですね、宗教、もしくは信仰が持つ盲目性というのは、いつの時代でも、どこの国にでもあること、あったことであるし、現在もありますよね。いわゆる、まあ、あの、右も左もわからなくなってしまう、善悪もわからなくなってしまうということですよね。 ですから、まあ、そうした人間にはそういう欠陥があるということも、やっぱり一方で私たちは自分自身に対して知っておくべきではないでしょうか。まあ、要するに、まあ、今日の結論はもうわかりかと思いますけれども、古代の神々は、まあ、人間の血を飲み、そして人間の肉を食べていたということになります。まあ、それが繰り返しになりますけれども、だから、イコールっていうふうに考えてはいけないということですよね。まあ、善悪に結びつけてはいけないということです。 まあこれもある意味でね、ある意味で人間が本来的に持つ、まあ愚かさってことにもなるのではないでしょうか。まあそれに気がつか気がつかないかは、ひとえに私たち自身の問題です。ということでまあ一応話はこの辺で終わりますけども、さあどうでしょうかあなたの判断いかがでしょうか私は冒頭で、えー、事実のみをお見せしますと言いました。そして皆さんにこうして事実を見ていただきました。まあそれを、これ、これ、こうした事実をですね、どのように判断なさるかは、 あなた方の問題ということになります。それでは皆さん、バイ